はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。夏休みをいただいておりました、私ですが、やっと番組に戻ってくることができまして、数えましたらなんと、3週ほど夏休みをいただいていたということで、新人の気持ちで今日は頑張りたいと思います。はい、ということで今お話をさせていただいておりますのが、はい、宜野湾市の普天間にあります神宮寺というお寺の、住職をさせていただいております金城良慶です。はい、それとはい、FM 機能スタッフの今西恵です。はい、メグお久しぶりです。お久しぶりです。良慶さんお帰りなさい。ただいま無事に戻ってまいりましたので、はい、3週間ぶりに、はい、今日は頑張ってまいりたいと思います。はい、そうですね、あとね、その坊主カフェの、ちょっとね紹介ですがね、初めて聞く方もいらっしゃると思いますが、この番組は坊主カフェと申しまして、お寺についてですとか仏教やお坊さんについてなど、またこの沖縄の習慣ですとかしきたりなどについても、お話ご紹介をさせていただく1時間の番組となっております。はい、ぜひ皆さんね、いろいろ聞きたいことがありましたら、番組のホームページからこうコメントを寄せていただくこともできます、ね、それから、メールでこうコメント、意見などをいただくこともできます。はい、メールのアドレスがですね、797@fmginowan.com となっております。ぜひ ね、 こうね、お坊さんにこんなこと聞いてみたいとかね、そうそう、今日はね旧盆ですからね、ウークイ、ね、旧暦の7月の15日ですんでね、お盆のことで、こうちょっと聞いてみたいという方が、ね、いましたら、ぜひコメントですとかメールをいただけたらと思っております。はい、ということでですね、今日は、旧盆ね、ウークイということで、お寺も忙しいんですがね、ちょっとこう、はい、抜けてやってまいりました。はい、ね、なので、ね、今日はですね、こう 1時間、ね、たっぷりとこの旧盆特集ということでですね、はい、こう事前にこのもう知ってる方にですね、はい、このちょっと旧盆、まあ、お盆の思い出をちょっと教えていただきまして、はい、もう皆さんのお盆、ね、どんなお盆を過ごしているのかとかね、はい、どんなお盆のこう思い出や、なんかこう風景があるのかというのをちょっとこう集めてきたのでね、それを紹介させていただこうと思っております。はい、ではですね、まあ、まずその前に1曲ね、まずこうちょっと仮をつけて、こう仮でいいのかな、旧盆ですからね、違いますね、ご先祖様のウトウトのためにですね、まず1曲ねお届けしたいと思います。1曲目はこのエーサーの、こう音色を皆さんにお届けしたいと思います。
お坊さんのつぶやき。はい、ということでね、今週は旧盆特集ということでね、まあもう今まさに旧盆真っ只中の沖縄ですがね、まあね、今あの A さんのね曲流していただきましたけれど、やっぱりね、まあ沖縄といえば、お盆といえばこの A さんね、はい、いわゆる盆踊りですからね。盆踊りですよね。昔は、はい、だからね、私いつもなんですけど、あの結婚式とかね、お祝いの席でエーサーを踊っているのを見ると ね、はい、ね、ちょっとねドキドキするんですよ。ドキドキする。はぁみたいな。盆踊りがみたいな。だってほらね、盆踊りだけど、盆踊りを例えば大阪での結婚式の披露宴でですよ、はい、昨日盆、じゃあ次は盆踊りですと言われたら、みんなえってなるでしょ。なります ね、冬とかでも夏じゃないですか、ね、そう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 、この季節ですかとかね、いろいろあるじゃないですか。あ、そうかも。なので特にね、そう、私ね、こう子供の時は、はい、まあね、普天間生まれ普天間育ちなので、はい、もうお盆になるとこうやってエーサー隊が来るのは、うん、当たり前だったんですけど、例えばの那覇に行くと、はいはい、エーサーはないわけですよ。あ、ないらしいですね。そうそう、うん、も子供の時知らなくて、もう沖縄の人はみんなエーサーと思ってたから、いや、そんなことないよと大人になってこう、ね、那覇の人に聞くと、そうそうそう、首里とかはもうあのエーサーはないとか、あの旗頭って言って、あ、はいはいはい、あの大綱引きの時とか、はい、なんかの時のね、お祭りの時に旗頭でこの青年会はあっても、うーん、そう、餌はない、餌はないんですよね。そうなんだ。逆に北部の方はどうなんでしょう。北部も多分ないなさそう、うん、あんまり名護のエーサーとか、そう、なんかヤンバルのなエーサーって聞かないですから。あんま聞かないですね。そう、もうほぼ中部ですよ。中部ですね。もう多分浦添ぐらいからじゃないですかね。浦添宜野湾、ね、もう、まあ、嘉手納、まあ、沖縄市とかね、沖縄市と茶谷と嘉手納、うん、あとうるま市か、はい、この辺が特に濃い気がします。うーん、もうなんかそれぞれのもうこう型があって、例えばあのうるま市だとあのへしき屋っていうところの、はい、はもうなんかあの格好もあの私たちの着物みたいな感じで、この黒と白だけで、はい、なんか結構ほらこの辺のエーサーはキンキラキンだったり、はい、そうそう、あの動きもすごい、ね、こう速い。そうですね、あのね、違うんです、ヘシキアのエーサーはゆっくりゆっくり、はい、しかもあの締めでいくって言って、あの、はい、ちっちゃい太鼓だけ。あ、そうなんですか。そうそう、大きい太鼓はないんですよ。うーん、地域によっていろいろあるんです。そうそうそう、で片や沖縄市に行くと、はい、もうみんななんか角生えてるみたいなんかね、とかもう衣装も金とキラキラとギラギラとおいでか、あの踊りもね、すごいこう勇壮だったり派手だったり、うん、派手ですよね。そうですね、だし、であとね、昨日あの私ちょっとのお盆の親戚周りで、はい、あの嘉手納に行ったんですけど、はい、嘉手納の、まあ、おじさんに聞いたら、うんうん、あの嘉手納ってあのセンバルエーサーっていう、うん、あのエーサーがあって有名なんですけど、はい、そこはもうちゃんと伝統保存会があって、要はもうこの型を、はい、もうずっと何年も何十年もこの変えずに継承、ずっと一緒なんです。そうそう、でこのセンバルのエーサーは、はい、もともとこの首里のこの何て言うの、お侍さんたちがこの要はこの戦、あの何だろう、沖縄県になった時に、はい、琉球王国がなくなって沖縄県になった時にみんな首里からこの引っ越してきて、それの首里の人たちの村があったらしいんですよ。へえ、でその人たちがそのエーサーをこう創作とか作って、でほら侍なのでみんなの空手とか、はい、結構やってたらしくて、なのでこのセンバルエーサーはこの空手の型をこうすごく取り入れてる、でそれをやっぱりちゃんと保存会でこう残していると。私もなんかセンバル、嘉手納のセンバルエーサーって名前はよく聞くんですけど、はい、じっくりその、あの踊りを見たことないから、じゃあぜひ今度、ね、見に行こうかなと。へー、お侍さんがね、元だった。そうそう、そういう、そう、そういうのねとかね、とかみんな結構やっぱそのね、地域によって、このね、場所によって、はい、なんかもうやっぱりもうこの歴史というか、うん、もうちゃんと語り受け継がれているものがあると。あるんですね。そう、そういう面白い、ね、面白いですよね。そんな中でね、まあね、私のこんな旧盆の思い出はね、本当このエーサーでね、まあ、ちなみに昨日も夜あの夕飯食べ終わってから、はい、もうあの聞こえてくるんですよ、窓から。あ、聞こえてきますよね。どん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 、はいはい、なので子供たちを連れて、はい、ちょっと、はい、探しに行こうって言って、はい、車でですね、夜も、はい、遅くから子供連れて餌探して、はい、まあ、そしたらね、あの私普天間一、お寺は普天間一区になるんですけどね、うんうん、ちょうど普天間一区があの普天間二区の
あの 道沿いで、はい、餌やってたんで普天間一区を見て、でちょっと近く行った野岳一区ってあるんですけど、はい、野岳一区のほんの最後のほんのちょっとだけなんですけどね、うん、野岳一区を見て、ああよかったと思いながら、帰ってきて、なんかこの近くの地域でもやっぱり違いがありますよね、はい、違いますね、ねえ普天間と野岳でもちょっと違ったりします、ね、違います、もう隣のね、もう隣接してますけど、うんね、もう全然やっぱ違 う, あのもうあの踊りですよ。だし、ね、あとやっぱりあれですね、あの私前あの宜野湾市の青年エイサー祭りって、はい、またね多分9月ぐらいになると思うんですけど、はい、なんかだとこのガネコとか、あの、ね、宜野湾とかいろんなところのね市内の青年会みんな来るんですけど、あれ結構大きなお祭りですよね。ね、大きいですよ。でやっぱそしたらね、そこもみんなまたほら肩違うし、あとあの男の人しかいないとか、 あと男の人だけど、はい、あの太鼓持たないで、はい、踊り専門の男の人がいるとかね、結構ね面白いですよ、見比べると。うん、でもまあどこ見ても結局ね自分の心の中では普天間一区が一番だな。みんなそうかもしれない。そうそう、結局ね、地元がね、そうそう、自分地元が一番って結局なるんですけどね。まあでも一応まあ、普天間一区はこうだけど、あ、ガネコはこうなんだねとか、あ、なるほどね、宜野湾はこうなんだねとか、じゃあもう見ながら、ただ心の中では一区が一番、一区が一番と。大体見てますね。そんなね、やっぱ地球盆というとね、もうエーサーってい う, こうイメージ、ね、うん、もう思い出ばっかりですが ね,、まあ、ね、そこでちょっとここでね、あのいろいろ、ね、皆さんの思い出を紹介したいと思いますが、はい、ね、まず一人目、まあ、女性の方でね、はい、東京の出身の方なんですけど、はい、やっぱり、ね、あの東京って、うん、あのお盆はあの7月13から15なんですよ。7月、新暦の、新暦の、そうそう、へえ、だから、ね、めっちゃ早いんですよ、ね、まあ、関東は大体そうなんですよ。そうなんだ、はい、だからほら、で関西とか近畿の方に行くと、はい、あの遅れ盆じゃないですか、うん、8月の13、15、はい、で沖縄は旧盆で、はい、さらにまた違うじゃないですか、ま、はい、で大体日本ってこの3つに分かれてるんですけど、関東は東京中心に、はい、関東はそのなんていうかね、新暦の7月13、15でっていうのがまずね、あの大きな違 い, い、ね、そうそう、で、ね、聞くとやっぱりあのまず迎え火を炊いて、うん、はい、この玄関 の, この外のところで、はい、まあ、おばあちゃんとかがね迎え火を炊いて、うん、こうお迎えをして、で、うん、でお家にお迎えして、で、まあ、ご飯食べたり何かすると、うん、で沖縄にはないんですけど、はい、やっぱりあのナスとかキュウリでこうブスブスと足つけて、はい、乗り物ですね、乗り物ですね、そういうのをすると言って、はい、沖縄にはないんですよ、ナス、キュウリ、そうそう、だから最初見た時にも ね,、うん、あのね、子供の何か遊びかなと、あの全く分かんなかったんで、でもねちゃんとお坊さんだったので一応お盆に子供のおもちゃをお供えしないよなと思って、はい、ちゃんと勉強したら、あ、はい、乗り物なんだ、乗り物でした、はい、ね、ナスが馬かな、でキュウリが牛と か, なんかどっちかがあるらしいんですよ、ちゃんとナスが牛かな、あ、ナスが牛なんですね、はい、ね、そんなちゃんとねこう、うん、そこまでちゃんとこう決まっているというのもね全然知らなくて、とか思ってね、もうね面白かった。で私あの大学の時は東京に住んでたんで、はい、でね、その方も言ってたんですけど、うん、あの東京出身なので彼女は別に全然あれなんですけど、はい、私みたいにほらあの地方から来てると、はい、みんな沖縄またちょっと別ですけど、うん、みんなの8月の13から15、うん、お盆休みで、はい、みんなあの田舎に帰るじゃないですか、そうですね、そうだからあの東京の人は7月の13、15がお盆だけど、うん、お盆休みやっぱり8月の13、15を取るんです、あ、そっちに合わせるんですか、そうそう、お盆休みはね、なんか変な感じです、変な感じですね、でお盆休みになると東京って人がいなくなるんですよ、うん、あー、みんな地方に帰っちゃうから、そうそうそう、なんか変な話ガラガラなるんですよ多分あのディズニーランドとかそういうところは混、はい、むと思うんですけど、要は普通に山手線とかね、はい、あの普通のその時間7時とか8時の通勤時間乗っても全然混んでないし、もう人が減って、人いないんですよだからねお店とか入ってもねもう全然空いてていいんですよ、東京はね地方の人がこう集まってるっていうのね、そうそう、よく言われてますからね、だからみんな帰るんです、そう帰るから多分ね人口の半分とは言わないですけど結構3割いやそうかもしれないです、4割ぐらいはもうみんなねいなくなるのですごい
なんか変な感じですよ。あ、だから車の帰省ラッシュ渋滞とかね。そうそう、ね、あの人たちがみんな、そうですよ、そう、それぞれのこの高速乗ってね、そう行くじゃないですか。だからあの人たちがそのまま普段は東京にいるわけですから、ね、はい、あのね、何十キロの渋滞とかあるじゃないですか、うんうん、40キロ渋滞とか。すごいです、ね、40キロの渋滞って車 何万台あるになるじゃないですか。本当にそうそう、だからね、そう、うん、本当なんかあのお盆休みはその8月 の、うん、その中頃はなんか東京はなんか人がいない。へえ、これ確かに東京に住んでるとあるあるって多分。ああ、そうなんですね。そうそう、東京あるある。そうそう、しかもやっぱり地方の人は、ね、その時帰るから分かんないけど、沖縄みたいなとお盆がずれてたりすると、ね、ああ分かる分かる。そう、そういうのがありますよ。東京の方はそうなんですね。そう、そんなね、東京のこのお盆の思い出というのを教えていただきましたね、うん、でそれからね、次は、男性の方で、この人沖縄の人ですね、はい、もう地元沖縄、宜野湾市が地元の人ですけど、やっぱりエーサーって言ってましたね。あ、やっぱりお盆、うん、お盆といえばって聞いたらエーサーって、うん、で、大山が地元なんですけど、はい、結構ね、あの子供の時とかはやっぱりあの私と同じで、うん、もうあのいろんなエーサーを見に行くと。あ、そうなんですね。でも遠くは沖縄市までも行くよと。あ、結構行きますね。結構私も宜野湾ぐらいまでしか行かんので、市内だけなので沖縄市までも行くって言ったし、あとね、あの他の人も言ってましたけど、はい、あのお盆の時にこのいとこ、うん、子供たちで集まってみんなで花火する。あ、そうなんですか。そうそう、花火する。確かにね、うち、うん、私のお家はしないですけど、はい、うちの隣の、はい、お家は確かにね、あのお盆になると、うん、あのこう子が集まってきて、はい、でまあ、お孫さんとか、うん、みんな集まってきて、確かみんなで花火やってるんですよ、駐車場で。ね、あ、まあ、ほらちょっとあの送り火、迎え火、どっちですか、ね、感覚かもしれない。そういう感覚かもしれない。そうそうそう、かね、こうこのね、人はね、やっぱりもうみんなで集まって花火する、そう、花火ですねって言って、はあ、確か本当私もよく本当隣のお家がやってるんで、あ、見えるんですよ、窓から。あ、なんかパチパチ音がして、ふっとこう窓を覗くと隣のお家で子供たちがわーって花火やって て, て、あ、そう、今年もやってるなと。安心のなんか光景。お盆の光景。お盆の光景、しかも自分家ではない。そう、というのがね、ありますよと言ってましたね、はい、でそれからね、続いては、福岡の、はい、方ですね、聞きました。これも男性の方ですね、はい、うんうん、でこの方に聞くと、あのまずね、おじいちゃんおばあちゃん の、うん、まあ、その要は親の実家ということですね、はい、きっとね、はい、親御さん の、 その実家、祖父母のお家に集まると、うん、で、まあ、その時はもう本当に子孫、うん、親戚がこう一番みんな集まって、はい、まあ、まずはみんなさんであの仏壇にうとと手を合わせると、うん、はい、でそれからあのもうみんなでご飯食べますよと、うんうんうん、もうね、本当に多分もう仏間に、はい、みんなわー集まってね、集まるんですよね、みんなで食べてと。でその時のね、なんかすごい思い出があって、はい、このおばあちゃんが作るこの唐揚げとね、椎茸の味噌汁がすごい絶品だと。へえ、椎茸の味噌汁、どんなね、椎茸の味噌汁、そう、うん、すごい美味しい。ほら確かに福岡とかほら大分あたりって椎茸、はい、あの産地ですからね。うん、それで、そうそう、きっとそれでも椎茸はね、ね、しかもばあちゃんが作るっていうことは、もう多分、はい、あの昔からのね、ご飯ということでしょうから、うん、もう福岡ね、福岡どこでしたかね、ちょっとあれですけどね、福岡の人からすれば、もしかしてこのソウルフードなのかも。かもしれないですね。そうそう、椎茸の味噌汁、ちょっとね、今度作って飲んでみ、飲ませてほしいですね。ね、で、あとね、もうやっぱりもうその方もね、福岡の方もこの人も今広島に住んでいて、もうこの普段はなかなか福岡帰れんとで、はい、あのもう親戚も皆さんもみんなバラバラに住んでるから、なかなか今はもう集まる機会も少なくなってしまってますねということを言ってた、ね、やっぱり沖縄とみなんか、ね、似てますね。やっぱり最近はもう沖縄の人もね、もうどんどん沖縄だけじゃなくて ね、 うん、こうね、全国にもう関東とかね、もう下手すれば世界にね、はい、散ってますしね。そんな感じでやっぱりもう福岡も、もうどんどんもうみんないろんなところにこの移り住んでしまって、なかなか今はもうこのお盆だからって集まることはないですねと言ってましたね。であとね、まあ、そういうこの家族の思い出プラス、はい、この方ねおっしゃってたのがやっぱり盆踊り。盆踊り、はい、やっぱり盆踊りね、やっぱり、うん、沖縄にはまたちょっとない、まあ、ないというかね、エーサーの盆踊りとはまた違いますもん ね、 違いますね、はい、盆踊りでこうやっぱ福岡多分ね、きっとどっか北の方なのかな、
あの炭鉱節というね、はい、要は炭鉱節というかな、この炭鉱、うん、で私も炭鉱節で踊るのが楽しかったですよって聞いて、はい、炭鉱節ってどんな歌かなと、うん、であのなんかちょっと調べたら、あの有名なやつでしたね、あの月が出た出ただと思います、はい、で月が出たよいよいのやつだと思います。で炭鉱節でこう盆踊りするのがこの福岡のこの地元の、ああ盆踊りの定番ですね。ね、そうそう。で、ね、そっちもだからね、あこれって、ね、うん、まあ、炭鉱なので炭鉱節なので、はい、きっと炭鉱のね、うんうん、この歌っていうのはね、なんとなく分かったんですけど、はい、でも調べたら本当福岡が発祥と。そうなんですね、はい、福岡の田川町だったかな、とかそういう町がから生まれて、それで全国にこうどん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 この今いい歌だったので、うんうん、この広まっていたと。でも発祥は福岡で、じゃあ福岡の人が一番馴染みありますそうそうね、ということですよね、うん、もう本当ね、多分もう年配の方から若い子まで、そうですね、多分もうこの、 あの沖縄の人がほらこのエーサーの音楽聴いたらもうドキドキするのと一緒で、多分ねもう炭鉱節聴いたらねどこにでもこう体がうずうず動くかもしれないそうそう、きっとそんなね、とかね、あとやっぱりもう友達ともうこのもうみんなでわーっと遊んで鬼ごっこしたり、もう駆けずり回って、うん、でなんかちなみにその福岡 の友達なんですけど、はい、がね、その鬼ごっこしてる時にね、あのこう転んでしまって、はい、こう犬のね、はい、うんちのところにね、はい、顔から突っ込んでしまう、顔からもうね、だから この時期になると盆踊りから、鬼ごっこに来て最後鬼のにこう連想ゲームで行ってそこにね、そうそう、だからね、こうなんか一人ちょっとブルーになってるらしいですでさらにこうブルーになってこう、ね、泣きながら家に帰ったら母ちゃんにまあ怒られて、それで家のもう臭いから家に入れないから、家の外でまあホース頭がバーンやられて、こう痛いと、自分は痛くて臭いのにさらに頭から水ぶっかけられて痛くて、もうなんかこうだんだん最後楽しい話だったのがね、だんだんなんかブルーな話に、お盆がトラウマになっちゃいます、そうそう残念ながらまあでもね、まあそんなのこう楽しかったですよというふうにね教えていただきました。はい、はい、ということでですね、ちょっと今前半ね、まあ旧盆特集ということで、ね、いろいろ皆さんのお盆を紹介させていただきましたが、じゃあここで、CM ですね、はい、はい、今日挟みたいと思います。ちょっとパソコンの方がはい、はいはい、大丈夫ですかね、はい、では坊主カフェ、はい、お送りしております。今日はね、旧暦の、7月の15日、沖縄はいわゆるお盆ウークイの日ですね。まあ、この沖縄県外の方はね、こう今日9月だけどってね、うん、思ってる方もいらっしゃるかもしれませんがね、はい、沖縄ではですね、この旧暦でいろいろねこの年中行事をしておりまして、やっぱり、特にねこの盆正月はいね、この旧暦という、ね、方、多いですし、もう特にお盆なんかはもう完全に旧暦ですね、うん、はい、で旧暦の今日は、ね、7月の15日なので、このお盆ですよということで、ね、今年は9月なんですがね、お盆です。でちなみに、ね、うちの子たちも言ってました、お父さん9月にお盆なの、学校どうなるのって言ってね、うん、大丈夫大丈夫、今日は休みだからと、今日休みだったみたいですね。そうそう、今日休みなんで、だから昨日もねちょっとまあ遅かったんですけどね、はい、外までそのエーサー見に行こうかと、まあどうせ明日休みだしと、うん、いうことで ね、今日お盆、まあ、旧暦のねお盆なので今日は学校休みと
はい、いうことで、多分ね今日はねちびっ子たちはみんなお家でなんか仏壇の手伝いしたり、なんか暇してるんでしょうね、はい、ということでね、まあ、今日はね旧暦特集ということで、ね、いろんなね皆さんのこの旧暦、あ、旧暦じゃない、お盆の思い出をお話、紹介をさせていただいておりますが、続いてはですね、あ、こちらですね、滋賀県の、女性の方、はい、滋賀県の方にお話を聞きました、ね、やっぱりこの旧暦、お盆というとどんなですかというとね、やっぱりあの滋賀県はね、はい、まあ、こう近畿地方になりますからね、やっぱりあのお盆はまず8月と、はい、ね、遅れ月遅れ盆と、ね、8月の13から15とで、あのこのねちょうど、滋賀の方は、お家の前にあの川が流れていると、はい、であの 川もまちょっとねこう下流の方に行って、あのもうこの15日間要はこのウークイ送る時には、はい、行ってあの送り火をあの炊くんですと、うん、であのただ炊くんじゃなくてこう川にあのそのお盆の3日間でこの使ったものを各お家の方が、はい、あのこうまとめてですね、はい、今度それをあの船かなんかに乗してあの流すということで、要はこの川流し、へー、はい、あー、そういうのがありますよ、へー、確かにテレビでは見たことあります、私もテレビでねよくやってますね、はい、ね、うんうん、実際にね、あ、やっぱりまあさしたことあるよという方がね、こんな身近にいるとは知らないでね、うんうんうん、と思って、ね、また今度ちょっとお会いした時にゆっくり聞きたいなと、ね、でやっぱその時にちゃんとこの、まあ、ただ自分たちでこう流すんじゃなくて、はい、ちゃんと坊さんもあの来られて、お坊さんが、うん、あのご供養をして、それからこう川に流すということで、ちゃんとねやっぱり作法というかそういう伝統もあるということですね、はい、でやっぱりねその辺やっぱりもうこの公式な行事ですけど、やっぱりね、この方もこうちっちゃい時あの子供の時やっぱり楽しかった思い出というか盆踊りと、あ、やっぱり盆踊り、はい、で、もうこの方も、あれですね、この自分のところで踊るプラス、うん、あの他の友達とか、はい、他の地域まであのこう行ってから、こうもう踊りいろんなところで踊ってくると、でほら あんまり沖縄の人って最近はね浴衣着ますけど、昔は着なかったんですけど、最近ね浴衣よく着ますが、やっぱりね結構向こうの方浴衣って結構スタンダードに着ますよね。結構そうですね、盆踊りの時とか、そうそう、こっちの方はあんまり着なかったんですか。そうですね、最近はねだいぶ浴衣も ね、あ、なんか多分あんまり売ってなかったと思いますよ。あ、そうなんですね、はい、もともとそうそうそう、あんまり私ちっちゃい時に浴衣ってかまあ、なんか子供のなんか簡単なやつはあったんですけど、あのもうちょっと大きい小学生のこう高学年とかなるともう全然浴衣とかそういうなんかジンベエみたいなあほとんど自分も着たことなかったし、はい、周りの友達が着てるのも見たことないですね。そうなんですね。そうそう、ちっちゃいほらあのこの4歳とか5歳とか小学校の1年生ぐらいまでのちっちゃい子は結構着てるんですけど、ね、それを超えると急にみんな 着ない。あ、そうなんだ。そうそう、あ、じゃ あの花火大会とかはみんなもう普通に T シャツにジーパンみたいな別に浴衣着る習慣もなくなかったですね。だからたまに着物着てる大人の人とか見ると結構目立ってたんですけど、今ね結構いるじゃないですか。結構います。10人いたらね 5、6 人ぐらい着てたりするじゃないですか。昔だと10人に1人ぐらいですよ。へー、そうだから結構浴衣の人はね珍しかったんですけどね、うん、やっぱりねもうこう滋賀だともうみんなもう普通に浴衣着て、本当に浴衣ですね。そうそう、でこの、ね、浴衣着て、ね、踊ってたからもうなんか最後の方は浴衣で汗だくと、わかります。いや、そこまであの、ね、踊らんくてもと思うんですけどで突っ込んだらね、あれって言ってました、あのうちなんちのこのエーサーと一緒って言って、はい、要はもうこの盆踊りの曲が聞こえるともう、ね、血が騒ぐらしい張り切って、そうそう、もうなんかね、この心の中のねスイッチが入っちまうらしくてですねそれでもう汗だくになる。そうそう、もうね、汗だくどころじゃないみたいな、もう踊るのよみたいならしくてね、こうもうやっぱもうどん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 こう踊っていたと、はい、で、あとね、あのこれも私もね、あの知り合いのお寺さんがねよくフェイスブックなんかで、はい、あのお話ししててなんとなく存在を知ってるんですけど、はい、あのこの地蔵盆も楽しかった。あ、メグ地蔵盆知ってます？地蔵盆知ってるんですね。でした。へえ、はい、私なんかね、なんとなくしか知らないんですけど、ね、まあ、で、まあ、一応なんかあの、ね、地蔵盆はもちろんね、あの一応知識としてお坊さんとしては知ってて ね、はい、ね、今いろいろ調べて、まあ、あのいわゆるあのお地蔵さんは、はい、あの
子供さんの守り仏さん、うん、守り本尊さんということで、ね、はい、いわゆるこの子供のためのお盆みたいな感じらしいですね、うん、そうですね、うん、でやっぱりこの方もあの子供の時はその地蔵盆があるとあのお寺に集まると、うん、しかもねあの家の裏にお寺があったらしくて、もうだからもうお寺行ってくるねって、ね、寝の頃にはもうお寺に着いてるらしいもう裏だからすぐファッと言えるらしくてね、はい、それでねこう寺に集まって、うん、まあ、もう元地域のこう子供たち、はい、もうちっちゃい子から、大きい子までみんな集まって、うんうん、こうね、遊んで、で最後にこのお寺さんがたくさんお菓子を、うん、用意してくれて、どうぞと、でみんなでお菓子食べるというのをね、うん、お話をしていました。あ、そうか、やっぱり地蔵盆というとそうなんですか ね、 すね、子供が、はい、遊んで、大阪も地蔵盆多いです。あれなんですかね、この大阪とか、あ、そうそう、で それもねちょっと調べてみたら、はい、あの地蔵盆は結構近畿が中心らしいです。あ、そうなんですね。関東だとあの、うん、ない地域も多いと、まあ、ある地域の方が少ないって言ってましたね。そうですね、公園にある、はい、子供のお地蔵さんがあるんですけど、はいはいはい、その地蔵盆の時にはこの前掛けが新しくなるんです、うん、お地蔵さんの前掛けが。なるほど。でそのお地蔵さんのところに提灯をいっぱい下げて、はい、でそのお地蔵さんの近くで盆踊りをするんです。はい、あ、うん、あ、もうやっぱりもうあるわけですね。もうありますね、決まったこうね、はい、あ、盆踊りもあるんですか。盆踊りします。これは大人も。大人も。あ、なるほど。でも子供中心で、で最後子供はお菓子もらって帰る、うん、あ、なるほど、ちゃんとお土産付き、はい、お土産付きですなのでやっぱそこは一緒なんですね。一緒ですね。そうかね、近畿が中心、そうそう、ね、まあね、関東でも少しやってますよって言って、あとね、これは仏具屋さんがね、はい、前に、まあ、教えてくれたっていうか営業で来て、住職、地蔵盆の数珠入れませんかって言われて、はい、まあ、うち地蔵盆ないから一応断ったんですけど、ただ地蔵盆の数珠、はい、術って何ですか、こう、術いっぱい持ってますよみたいな、いや違いますよって言って、カタログ見してもらったんですけど、はい、でかいんですよ。あ、そうなんですか。玉がボーリング のボールぐらいそんなに、そうそう、大きくってめちゃくちゃ大きい、めちゃくちゃ大きいんです。それが2メートルぐらいのこの要は数珠になってて、これを要はこの長い寺に集まった子供たちで、はい、みんなでこう持って、うん、これをぐるぐる回すらしいんですよ。へえ、それは見たことないんです。あ、そうですね、はい、私もね、まあ、まあ、その営業だったからいらない、いいですよってそこで終わったんですけど、じゃあどんなして使うんですかって聞いたら、そうやって説明を受けて、へえ、みんなでぐるぐる回すらしいですよ。一回見てみたいなと、うん、ね、面白そう。どんなシュールな感じなのか、それともなんかこうすごいみんな楽しいのかね、楽しくやってるのか、はい、あと無音でやるのかとかね、うん、何かやっぱ坊さんがこうお経を唱えながらこうやってるとか ね、 かね、そう、超気になるんですよねとりあえずカタログ見せてもらった時でね、まあ、ショックというかインパクト、インパクトすごいですよね。でかいでかい、もうそこだけしか覚えてないですよね。はい、そう、そんなね、ということで、でまたね、そう、まあ、地蔵盆ね、ありましたよということで、うんうん、あとね、山形の、はい、ね、今度男性の方に聞いたら、はい、お盆の思い出といえば、うん、要はお迎えに、うん、お墓に、ね、ご先祖さんお迎えに行くんだけど、はい、やっぱり、まあ、山形も多分田舎なんでしょうね、うんうんうん、懐中電灯を持って、はい、山の中かなんかをこう、ちょっと怖いですね。そうそうそうでついて多分ね、うん、懐中電灯つけて、うん、またお家まで連れていくと、はい、いう、懐中電灯って言って、懐中電灯ですか何があるの停電でもしたのかなと思って、お墓にね、お迎えに行きますよと。へえ、それで私もねピンときたのが、はい、私が、お坊さんになりたての頃、うん、もう20年くらい前ですけど、うん、奈良県の、はい、お寺さんにこのお盆のお手伝いに行ったらですね、うん、やっぱりみんなこの7月の13日の夕方になると、はい、みんな、でそこの、ね、村は、うん、お墓がお寺の裏山の中にあって、うん、
結構これ多分大阪とかだともう町の中の、はい、町の中でお寺のと敷地とかにあるんです、はい、じゃなくてやっぱもう、まあ、変なし山の奥の村なので、あの山の中の方に、はい、あのお墓群があって、寺はもう全然この山の麓にあるから、うんうんうん、あのお寺からはもう墓は一切見えないんですよ。で村の人たちがその寺を素通りして、はい、裏山の方にみんな消えていくんですよ。なんだろうなんかしかもみんなあの明かりのついてない提灯を持ってるんです。あ提灯持っていくんですね。そうそう、なんだろうかね。でも全くこううちのアンチョからするとあのえなんかなんか秘密の儀式でも始まるのかなみたいな。やっぱりこう自分はこう、ね、村の外から来てるから呼ばれないのかねとか勝手な妄想してたんですけどね、うん、そしたらねこう、まあ、何分後かして、うん、こう向こうから明かりがこうチラ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 見えてきて、うんうんうん、でそのうちにあの、ね、こう提灯の明かりのついた提灯をこう持って歩いてくる、はい、さっきの行った村の人たちが戻ってきて、うん、でそれ見てあこれってもしかしてこのお墓にこうお迎えをして、はいこうね、迎えたから火入れて、うん、お家までこう迎えに行ってるんですね。そうそう、要はね、まあ、迎え火というか、はい、かなと思って、後で、ね、そのお寺の住職さんに、うん、こういうことですかって聞いたら、そうそうそうだよ、うん、あんた初めて見るのかって初めてです起きねえないですあそうね、よかったね、今見たねみたいなかね。あと多分こう山形 の、ね、この懐中電灯もね、こうね、提灯からこうね懐中電灯にね、こうきっとこう近代化してね、そうかもしれない、ね、こう変わっているということですけどね。やっぱりね、やっぱりそういうこう何ですか、こう習慣というかね、やっぱこう伝統が、ね、残っているということですよね。沖縄ではほらもう沖縄は全然もうお墓まで行かないんですよ、のこの要は7月の13日、はい、玄関のところで、まあ、要は関東みたいな感じで、はい、もう玄関でお迎えすると、うん、あもうこう今日は7月13日ですよ、帰ってきてくださいよという感じ で、 でただあのやっぱり旧暦のこの7月の7日、はい、七夕の日にみんなのお墓のお掃除に行く、うんうん、らしいですね。でその時にもう、はい、あのお迎えを、はい、あのもう先にしちゃうんですよ。あ一緒にしちゃうんですね。あの来週なんでよろしくみたいな感じ、まあ、そんな変なノリではないですけどね、ちゃんとね来週ね、今日は7月の7日ですよと、でね、13日、ね、にはお家でお盆しますから、あの帰ってきてくださいよって先にこう、はい、工場をこう述べておいて、うーん、なんでもう当日はお墓までは行かないで、うもうこの玄関先で、まあね、お墓にはもう、ね、7日に行ってあるから、はい、もう今日はここまでみたいな感じで、はい、でお迎えして、そうそう、でお家に連れてきて、はい、ね、あのご飯食べさせたりとか、もうね、至れり尽くせりの、はい、感じなんですよ。はい、ということでね、はい、まあね、いろんな、ね、滋賀の、ね、ちょっとお話をさせていただきましたが、またここでちょっと一曲ね、はい、曲ね、この滋賀の方、ね、このお盆の時ね、もう汗だく浴衣汗だくで踊っていたというね、このこれ豪州音頭というね、でこのね豪州音頭ね、なんかこのあのうるま市に S っていうところがあって、はい、私ずっと S 音頭と思ってたんですけどね、あの調べたら豪州音頭というので、この豪州というのはあの近江、昔のこ の、 あの滋賀県 の、はいはいはい、の、うん、あのーね、こう名称ということなんだそうですね、はい、じゃあぜひ、聞いてください。続いては豪州音頭です。
坊さんのつぶやき。はい、今日は旧盆、7月の15日ウークイということで、旧盆、はい、特集でお話をさせていただいております。はい、はい、なんとですね、今の号州音頭が鳴った瞬間に、はい、この相方のメグ（大阪出身）と、スタッフのユキさん（京都出身）が懐かしいってなりましたねえ、そうなんですね。はい、私はもうすいません、こんな歌なん、こんな歌なんだね、もう言えばっていう感じです。もうそうなんだ、ほんと定番なわけですね。懐かしいコメントもね来てますよ、ね、シュプリームさん、ゴーシュオンド懐かしいですってやっぱり懐かしいんですね。懐かしいっていう方がね多いですね。でですね、スプリームさんもう一つ、はい、地蔵盆の数珠繰り、はい、あ懐かしいですって。やっぱじゃあ、ね、やってたんですね。スプリームさんのところあったわけですね。へえ、みんなでこう回すんですか ね、 ね、回すんですよね。どういうような状態だったのか教えてほしい、ね、子供心に楽しいんですかね。楽しそうです ね、 ね、 その辺がねちょっと知りたいな。はい、あとってことだ、ちゃんとノイズも消えたと。あ、よかったです。はい、さすが、はい、ありがとうございますはい、ということでですね、でもこう豪州音頭でこう盛り上がっているこのスタジオでございますが、うん、続いてですね、はい、紹介したいのは、はい、こう福島の、女性の方の、はい、お盆の思い出と。福島はどうなんでしょうか。はい、行ってみました。福島はですね、はい、福島はやっぱりあの月遅れ盆、8月にこのお盆と、はい、いうことなんだそうですね。8月なんですね。そうですね。東京越えて、ね、福島はまた8月になるんですね。へえ。でね、あの面白いとか嬉しかったのが、はい、やっぱりね、あの8月の7日、うんうん、まあ、いわゆるこの七夕の時に、はい、あのやっぱり福島も墓掃除するって。やっぱり、はいはい、一緒なんですね、沖縄とね。うん、で、あの、まあ、大体こうまず大人がね、この草刈りだとか、あのこのか、この枯れた木とかのこの伐採をすると、はい、でやっぱりあの福島はあの村のこのなんですかの墓地がいわゆるお寺の中、うん、町の中じゃなくて、この村とか村の外れとか、やっぱりそういう山とかそういうところにあるので、はい、やっぱりもうこのジャングルというかになるらしいんですね。うん、なのでまず大人がこの伐採して、はい、まず安全を確保して、はい、でそしたらこのラジオ体操をね、朝のラジオ体操終わった子供が、はい、この子供がその、 あの大人が頑張ったやつを今度あの集めて、あのこうどっかまた、どっかにもう捨てに行くというか持っていくと。で、そこから、ね、やっと墓の道ができるんで、はい、じゃあ今度子どもたちでみんなで墓行って、うん、あの墓の墓石のお掃除をすると。うん、やっぱりね、あのね、多分年一とかなんでしょうね。なのであの苔が生えてると、あお墓のこの墓石に。そうですね、なのでこの苔を取るんですけど、うん、まあ、そこは子どもなので、うん、はい、途中から、はい、うちのこの墓石の苔がすごいだろうみたいな苔自慢が、苔比べが始まる。だからもう途中からもう掃除はそっちのけで、はい、みんなでこう苔勝負苔勝負いいですね。でね、あのおっしゃってたのがやっぱりこう普段お墓はね、うん、ちょっと遊び場じゃないじゃないですか。はい、でもこの時だけはもうこの大義名分で、うん、墓で遊んでも怒られないとそれもあってね、余計にこう子供のこのテンションはもう上がるらしいですね。いいですね。普段ね、こうね、ほら入っちゃダメみたいな、ここはダメよみたいなところに、今日はもういいよいいよっていうかね、入りなさいって言われたら、それはもう子供はね、ねえ、お喜びですね。ダメって言われたら子供盛り上がりますから、ね、そんなところでね、こう、こう勝負してと。でこうね、そうやってもお仕事でもちろんね、はい、としてこのお墓のお掃除ですとか、うんうんうん、ね、ちゃんとこう七夕の仕事が終わると、うんうん、なんか今度この、ね、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、町から、はい、あのなんかこうお金持ちのおじいちゃんが、このよう頑張ったねって言って、あのアイスキャンディーとキャラメルをこう子供たちに配ってくれる。めっちゃいいじゃないですか。そうそうそう、でもうね、50年ぐらい前 の、 あのお話らしいので、うん、やっぱりもうその頃だと本当に全然まだ物も、うん、あのまだまだ貧しくて、はい、なのでもう子供にとって、うん、もうこのアイスキャンディーとキャラメルというのはもうね、はい、なんて贅沢な、ね、嬉しいですよね。そうだからもうね、あのちょっと例えなんですけど、はい、今でいうあのクリスマスのサンタさんみたいなもう、ね、このしかも普段多分、ね、その町のおじいさんっていうから、多分ね、この福島の女性の方なんですけどね、はい、多分、ま、
村に住んでて、うんうん、でこうきっと遠い町からうんうん、うん、おじいさんがもう贅沢なものを持ってきてくれてこう自分たちに振る舞ってくれるほんでもうサンタさんですよね。サンタさんですよ ね遠い北欧からねこうそういうのってやってきてくれるのもうほぼもう一緒ですね感覚そうということでねだからもうなんかねそのおじいさんがすごくこうキラキラしてもう本当にもう本当になんかもうねこうもうもちろん掃除してね楽しいし終わればあのおじいさんがキャラメルとアイスキャンディー持ってきてくれるということでね、またそれも嬉しいと、すごい楽しい思い出、ね、いいですね。本当にね、今回ね、東京の方、うんね沖縄の方、福岡、うん滋賀、山形、福島と結構ね、いろんな、はい、いろんなところのね、あのちょっとお盆をね、こう紹介をあのさせていただきましたけど、やっぱり、ね、皆さんあれですね、やっぱ楽しんでますね。楽しんでますね。そうそう、お盆は ね、あのねこうご先祖様が帰ってくるとは別に、ねはい、あの悪いこのものではね、ことではないですからね、うん、こうみんなでねこう集まってね、特にねこの、ほらあの福岡とかね滋賀の方は盆踊りって言ってね、はい、やってたしね、さっき合衆運動でみんな盛り上がってたし、うんうんうん、やっぱりねお盆はねあのいろんな意味でね楽しいですよね。楽しいです ね沖縄もねエーサーでも盛り上がってるし ねこんなのみんないいあの思い出がたくさんあって、でそれでこう、ね、福島の方がねあ, のはい、ありがたいなと思ったのが、あの私がこうちょっと教えてくださいって言って、うん、なんか古い記憶をこう辿って、はい、こういっぱいあの紙に書いて教えてくれたんですよ。そしたらなんかあの書いてるうちに、はい、なんかこう昔の思い出が蘇ってきて、あの楽しかったですって、懐かしかったって言って喜んでいただけたので、またねそれも逆に嬉しく、嬉しいですね。皆さんのねいろんな思い出とか ね,、うん、やっぱね思い出たまに引き出し出さないとね、出さないとしまいっぱなしじゃ ねもったいないですからね、はい、はい、ということでね、あちょっとねお時間少しありますんでもう一曲ね、はい、かけたいと思います。あのさっきのね福岡の方の盆踊りということで、この炭鉱節を一曲ここでちょっとかけたいと思います。はい、ということで、今週は9本特集ということで、いろいろお話を紹介させていただきましたが、ちょっとここでね一つ宣伝です。こっちでいいのかな、はい、私の、いる神宮寺、今度、お祭りをさせていただきます、うん、第9回神宮寺祭りということで、来月10月の8日に、行います、ね、あの稚児の行列ですとか、あの写経の体験などもできますしね、はい、あとね、夜の、4時、いや5時からか、あの日渡り行といってね、火の上をこうこの辺にあるんですけれどね、日渡り、日渡り、はい、もう、体験、皆さんも体験させてあのしていただくことができますのでね、ぜひ、はい、あの10月の8日、はい、神宮寺祭り、第9回神宮寺祭りがあります。場所はもちろん神宮寺でございますので、ね、あの お隣、ご近所、お友達、お誘い合わせの上お越しください。ではまた、さようなら。